ほしいです。はい、またあのさ、細かい割に右手左手何回間違うの。左手だって前回も言ったでしょ。左手、はい、3.12、はい、クインテッド言いましたけど、はい、面白かったですね。面白かったです。それは友恵さんがどうなるか、はい、微妙だったんですけど、はい、なんだかんだ言赤のフェアティックス、フェアティックスチーム、はい、そのがめっちゃ面白かった、はい、クインテカルペチーム、フェアティックスチーム、はい、コロブロックチームの3つで、はい、2つが柔術のチームで、1つが MMA の、はい、出身の選手っていう感じで、結局優勝はカルペチームだったんですけど、カルペはやっぱり強いですね。強いですよ。男子も女子も女子も、はい、決めがカルペの選手強かったですよね、はいはい、結構今回の大会は一本勝ちが多い大会で、僕はフェアテックスのカルニーナ選手、はいはいはい、俺あの子いいの、うんうん、フェアテックスチーム結局一番の試合してましたもん、ね、そう、あれもしかして順番変わったらもしかしたら逆だったかもしれない、わかんないですよね。それがカルペチームがね、うん、3回やって3回目にフェアテックスだったら、うん、またそれはそれでまたね違うし、はい、違う展開になったと思います、はい、今回ルールがちょっと変わったじゃないですか、指導、指導、はい、でも結局指導もほとんど出なかったぐらいアグレッシブな大会で、はいはい、お互いに攻め合うところを見せたいっていうのがクインテットなので、はいはい、ガチッと抑え込んでね、はい、体力を削りしてそれから決める、うん、それだったら巌流島でやってくれるとか、はい、僕、まあ、エフリーやらせてもらってるんですけど、女子同士で結構バチバチで、特にフェアテックス対カルペチームはかなりこう睨み合いとかもあって、うん、結構、ね、怖かったんですよ。でも全体的に、はい、本当に巴戦はどうなるか分からなかったんですけど、巴、うんうん、戦って、ね、ちょっと複雑だったじゃないですか、柔術式の中巴戦で、普通の巴戦って全チームが総当たりみたいな感じだけど、あなんかね、それは多分、まあ、時間の関係もあるんでしょうね、はい、だから柔術ではそれが結構ポピュラーだという感じでやってて、はい、って感じですよね。佐藤さん的にはやっぱそのフェアテックスの女の子、はい、フェアテックスは良かったですよね。だってずっと映ってるよ。ずっと僕的にはやっぱ MMA チームが、女子のコロブロックチームが昔の同門の選手とか何人かいて応援してたんですけど、はい、ギリギリフェアテックスチームに対象戦の判定で負けちゃったんですよね。ああ、そうですね。はい、で、まあ、女子 の, その, あの試合も一本両サード面白かったけど、男子の試合も最初、はい、長野選手が、はい、はい、全然良かったですね。ちょっと、まあ、判定では負けたけど、ちょっとポジションキープされちゃって、うん、はい、ですね。でもなんかやっぱ動きもある、動きのある試合で、はい、面白かったですよね。はい、あれ、打撃上げて見てみたいな。でも全く違う競技ですよね。はい、あと須崎ジュニア対あの鈴木選手、はい、あれも良かったですね。あれ良かったです。僕は鈴木選手強いの知ってるから、はい、結構厳しいんじゃないかなと思ったら、まさかのアームロックでいきなり取りましたよね、はい、やっぱ勝負強いですね。一応言いましたよ、練習でやったこと出せる、はい、うんうん、でもあのアームロック得意でよく取ってますもん、練習でも。そうですね、うん、やっぱ試合で出るのはすごいですよね。教えてくれよ俺に。家で教えたりしてなかったですか。アームロックのやつこっそり押してて、こっそり。でも初めての、まあ、プロの大会じゃないですか。これで一本決めるっていうのはすごいですよね。まあ、うん、はい、まあ、本人はめちゃくちゃ緊張したんですか。そうです。で終わってセレモニーやったじゃないですか。最後膝十字一回取られましたね。取り返されて。であれなんか聞いたら膝痛めたんじゃなくて角度がちょっと違った。はいはいはい。微妙に斜めだったんです、うん。だから決まらなかったんです、うん。でも最後はまっすぐ行ったから、はい、決められたんですけど、セレモニーの前に聞いたんですよ。はい、あれ膝大丈夫？バキバキ鳴ったの？って言ったら、いや、あの疲れた、何も物持てないやっぱ全身8分間長いですもんね。柔道は3分と4分とか5分とかぐらいだと8分って相当長いですよ、はい、で1本取ったらまだ、いやまたそう1本取るってすごいエネルギー使うから、はい、かなりきついですよね、はい、でもまあね、まさかの鈴木先生もね、これはまずい、うん、まあ、いい動きになって、はい、いい感じでカチッカチッハマって、そうですよね、良かったんです。そう、お互い一本ずつ取り合ってたらちょうどいいアイアンマンルールでしたよね、はいはいはい、あとは大輔、そうですね、セラセル選手どうでした。あ、もう面白かったですね。面白かったですね、はい、あれまた大輔がちょっとセラ選手がなんかやっぱポジション取るの上手くて、うん、それ選手がやっぱ先手取る感じで、はいはいはい、バンバン進めて、はい、一回中村さんが腕筋完全に伸ばされたから、はい、あーっと思って完全に伸びて、はい、僕それがレフリーだったんですけど、絶対あの人間違えたでしょ。間違えてないです。中村さんも絶対10時だね、気合ですね。
世羅選手が圧倒したっていう感じなんだけど、はい、中村さんも意地見せて、すごい女子の大会の中で男子の試合の結構しかも2人が大きいから、はい、あ迫力あって、はい、やっぱりでも取り合う判定は面白いそうですよね、はい、ポイント勝負じゃないですか、ね、そうなんです、バック取ってずっとキープしてとか抑え込んでずっとキープしてると、うん、やっぱ動きがないから何やってるか分からないですね、うん、そうですよね、でも世羅選手とか中村選手は絶対バンバン自分から動くから、はい、そう取りやっぱ面白いですよね、またやってもらいたいですよ、世羅選手と、ね、大好き、はい、中村さんとかの試合は外れが基本ないじゃないですか、どんな人が動く人だから、すいませんね、私何回も外してるそうですね、なんで今回出てくれなかったんですか、もうオファーがなかったで、オファーメインは女子大会ですよ、はい、だから僕はカツラ被って出ましょうかって言って、はい、オファーなかったんですか、ありましたよ、たらカツラ被って出るけど、はい、体重重いからみんな30キロ台になりますよそうか、それでもいいんだったら出ます、なるほどなるほど、今回は裏方という感じですよねまあまあ、はい、うわ作ジュニアの最後表彰式みたいな卒業、まあ卒業を今なんか、はい、僕は結構あれで作ジュニア一人だったらちょっとあれやったと思うんですけど、はい、柔道仲間の仲間みんな読んでちょっとあれは粋だなと思ってちょっと感動しましたね、あれは泣きました、え泣くことじゃないけどいやでも本当に感動しましたよあれ音楽で泣いたんじゃないですか仰げばもう少しサクジュニアがトロフィーちっちゃいっつって言ってあれもいいツッコミで面白かったですね、はい、だから言葉で言ったじゃないですか、見た目じゃないここだよそれ言ったらちっちゃいとか見た目じゃないんだって言ってでもまあ、あれ最高の卒業の思い出ですよね、はい、まあ他の柔道部の方も、ね、これから社会に出て、はい、揉まれて、うん、いろいろなことを経験して、はい、体的には大人だけど、はい、精神の方、うん、そっちの方もだん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 成長してくる、なんでちょっとそんなにいいことを今日は言うんですか、いやそれ僕はプロデューサーですあまり僕は人の心を持ってないと思ってたのがすごい優しいなと思ってすごく優しさ僕にもちょっとくださいえっ何だこわ思ったじゃん、ここ最近全然思ってもらってないんですけどね、愛が足りないですね、それはなんで物で表現しなきゃいけない、気持ちって変に見えないからやっぱ物が一番わかりやすいですから、マジでそんな汚い人間になってしまったな、いややっぱ成人式が20年あったんで変わりますよね、いやーダメだよみんな変わっちゃう、ジュニアはやっぱ社会人だから試合もしないですか、いやなんかこの間本当は最初、うん、仕事をこの方面で多分やると思ってたんですけど、うん、なんかこの間やったらやっぱり面白い感じで、うん、なんかやる気はいいっすよ、でもね、今日練習誘ったんですけど、はい、そしたら、はい、腰が痛いから今日は行かないおわーやってやんのか気持ちがもう抜けてる、仕事を終えてのんびりしてるんですね、はいはい、まあ、次は就職ありますからね、はい、ちょっとまた定期的に誘って、はい、うちの練習を連れてきてください、はい、そんなクインテット、総括でしたけど、はい、次回大会とかの予定は次回は一応、まあ、夏予定なんですけど、はい、コロナが落ち着いてね、本当に前回の最後にも言いましたけど、ユースプラネットとか呼びたいですね、海外でそうですよね、しかも呼びたいですよ ね、またトライですね、はいはいはい、絶対みんな混ざってやった方が面白いんで、日本チームで、ね、海外の強いチーム倒しに行く、そうですそうです、呼びたいですよね、その時にレフリング間違わないでくださいよ、あと夏ぐらい勝ち越しですね、その時は桜庭さんも選手そうやって大人になって話をごまかす技術を身につけましたねこれがやっぱ経験、これカップ開けられない夏ぐらいでカップもらえるように頑張りました、一応夏ぐらいの予定で、はい、してます、ありがとうございました、はい